が痛いか。もう私正直なこと言うと、なんか謎解きの仕事は来るんですよ、ありがてえことに。よりかは見てほしいよね。企業に私の名前を売りたいというよりかは、こうもっとオーディエンス、つまりみんながなんか謎解きって敷居高いなとか、なんか難しそうっていう層が、ケンピがやるならまあ見てみるかっつって見てみて、案外おもろいやんみたいな、そういう窓口になりたい。企業はいいやもういいや、ありがたいことになんとなく食ってるから、あ、そういうなんとなくあいつの名前知ってるになれたらいいよね。だから YouTube もなんとなくなんかあいつの顔とか名前知ってるなみたいな、そうなれたらいいよな本当は。じゃないとね、結局仕事って来ないんだよこれ。あ、有名人か、有名っていうかなんか顔知ってるレベルでいいんだけど、あ、そうね、簡単に言えば。でケンピさんだから例えばこの企画を お願いしたいとかっていう風に、そういう仕事がゆくゆくは増えるというのね。ちょっと私の仕事事情を聞いてもらえる、まあ、いいかもこの時間だし。仕事事情を言うと、簡単に言うと結構ね、私フリーランスなんだけどね、あれが多いの。競合他社がいて結構企業と戦ったりするの、企画書とかで。はい、戦いや、その実績、あとはまあ納期間とかでたくさんある会社があって、そこと湧いて戦うっていうのが一番多い。どうしてかっていうと、企業もよくわからんから、いろんな会社とかいろんな場所に出す。一番めんどくさいのこれ。企画書書いたのにさ、ポシャる可能性もあるわけよ、十分ね。じゃなくて、もう会社とかが、ケンピさんだからこれお願いしたいんですって、そういう風になりたい。ケンピさんって謎解きも作ってらっしゃるんですよね、ならケンピさんにこのお仕事お願いしたいんです、なんか名前名指し経由で来るようになりたいよな。そうなるには正直どんなに実績を積み上げてってもそうはなれなくて、それってそれこそやっぱ松丸亮吾さんだからこれお願いしたいんです、いや結局やっぱ有名人化しないとそうはならないというケンピの一つ気づきが最近ある。どんなに実績を積んでも、ある程度やっぱ名がちゃんと売れてる売れてないがないと私に来ないんだよね。そうなの、そうそう、名前通る企業とかもそう取っちゃうし、それなコンペマジやだコンペ、しかもさ、お金が大きければ大きいほどでっかいコンペになるのよ、やっぱ結局ね。だるい、ほんとだるい本当にだるいけど、一縷の望みにかけて。ありがたいけどね、そういう企業が出てるような場所にケンピさんをちょっとお願いしますって言ってもらえるのめっちゃ嬉しいけど、まあ、見た企業なのケンピ一人で行ってなんかこちらは資料ですみたいな、やってみたり、いろんな経験してるけど、そう、私は一人でやってるの興奮奮闘楽しいけどね。でもそういうのでやっぱ感じるのは、松村さんとかネームバリューね、結局ね。今だとクイズノックさんとかもう謎解きちょっとずつやってるし、つゆつゆほんとコンペ多いの嫌や。有名人の子ね、わかる。そう、松丸さん、それね、兄がさ、メンタリスト大吾って強すぎんしょうがない、それはこうやって生まれたからね、私は長女で、運のなつきとして。いやー、だからね、本当は その通り、めっちゃその通り。なんかあるとね、足がかりがね。だからそういう意味でも私ね、一個ピザラジオとか頑張れたらなって最初思ってたんだけど、長谷川さんがめんどくさがり屋だからな長谷川さん、謎解きってさ、いろんなカメラワークで撮らないといけないから、1回の配信でね、カメラ10個とか、すっごい用意しないといけない、動きとか計算して。で作るのも結構大変だから、まあお金かかんだよね、簡単に言うとね。長谷川さんはコスパの悪さに気づいてしまったから、 あと今 JAL さんはもう今ぼーっとしてるからな。まあ、だから今ちょっとやってるのは、でもまあ嘆いてたって仕方ねえと思って、だから私今マダミステも作れるようになろうと思ってマダミステでも作ってるマダミスはいいねって思ってるなら、じゃあ謎解きがしんどいならマダミスも作れるようになって
なんていうの、頭を使う系のコンテンツ、何でも作れるようになればもう長谷川も群の根も出まいと思ってるわけ。コスパの良い謎解きを開発すればいいのでは。その通り。本当に本当にそれ、コスパの良い謎解きね、どういうのがあるんだろう。ここだからパッケージとかで作ったり、今そっちもね考えてる。本当コスパいい謎解き、いくつかあるっちゃあるんだけど、見栄えがしないんだよね動画的に。コスパがいい謎解きってさ、まだミスってさ、演者がおもろければおもろくなる、絵としてずるいよね。あと用意されてるのは紙だけだから。でも謎解きって、まあ、正直一本道じゃん。謎が出て解くだけだから。まだミスはいろんなドラマがあるから、演者が面白ければそのドラマが面白くなるけど、謎解きって一本道やから正直見栄えはしないんだよな。ってなると、まあ、部屋の仕掛けを凝るとか、そういう風にシフトしていかないと動画として見栄えがしないっていう。あーなんてコスパが悪いんだよ。動画と相性があるって。そうショートとかならいい、確かに。そこなんか見栄えがしてさ、コスパのいい謎欲しいよね。私も考えよう。いや、わかる。今考えてるのはちょっと謎解き要素があるマダミス混ぜ込んでいこうと思って、今私ができる努力をするかなみたいな。これ話かなり外れた、外れましたけど、とりあえず一応私も頑張ってるんですけど、 YouTube のみ迷子なんで。絶対ケンピさんこれしたらバズりますよみたいなのあったら教えてください。そしたらケンピはもう全力で頑張ります。迷子、マジで迷子。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。